はいどうも、ショイティビです。りょうへいです。はい、お願いします。お願いします。はい、本日は、ショイティビと、りょうへいでね、ピッチングを、はい、はい、したいと思います。はい。まあ、ピッチングやるだけじゃちょっと、もう足んないんで、ボナールのお二人がちょっといるんでね、対決をしていきたいと思います。メインは僕のピッチングと。今年、初投げですもんね。そうですね。実戦形式は？そうですね。なんで、で、まさくんはね、怪我から復帰。まあ、打てんのかどうかちょっとわかんないですけどね。とりあえずやってみたいと思います。ボナールさんの方で、対決動画っていうところで、やってるので、見てください。はい、それでは、やってみましょう。ゴー！今エガボールじゃなかった。
よっしゃお手行きとーさあたぶん、ショート黒本だもんよしよしよしよおかしい、おかしい、おかしいなお疲れ様でした。お疲れ様でした。やってきましたね。はい、まあ僕的にはちょっとバランスが悪かったのと、ちょっとこう抜けが多かった。まあツーシームとかスライダー、はいはい、抜けが多かった。もうちょっとこうね、あのリリースポイントを意識して早めに投げないように注意したいと思います。受けてどうでしたか？ツーシームの曲がり幅っていうのは、まあやっぱ変わんないなと。スライダーも幅とかはまあ以前と変わってないような気はしましたね。全然。まあ、ちょっとコントロール的にちょっとこう引っかかりすぎて、ボールが多かったの。低めに。僕気になったのが、ストレートの方が引っかかってたなって。まあそうだね。その右の外にとか、左のアウトコースに。うん、抜ける感覚ではないので、そっちまだマシではあるんですけど。うんうん、そうだね、引っかかってた。で全部低めに行ってたね。ちょっと悪い傾向です。だいたい肩が痛い時です。ちょっと痛いと。まあでも抜けてないんで、最上級に悪いよりかはいいのかなって。まあそうですね。はい、でまあ結果としてはまあゆうやくんの1本だけ、はい、まあ、実際向こうはあの3イニングで1点取れるかどうかというふうに取ってたんで違います結果はまあ僕らの勝ちということで、まあまあまあ、はい、1アンドピッチングをしたということ で、 そうです、3イニングね、はい、はい、また頑張りたいと思います。はい、ボナールの撮影もしたので、はい、こちらの動画を見てほしいなと、はい、思います。貼っておきますので、はい、お願いします。お願いします。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。よいしょ、よいしょ。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますのでぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れた